山内一蔵は、岐阜県時郡笠原町出身の洋業技術者。日本最大のモザイクタイル産地である、笠原町におけるモザイクタイルの先駆者である。1908年5月3日に、岐阜県時郡笠原町洋区に生まれ、笠原人情高等小学校を卒業した。1924年3月に時洋業学校を卒業すると、15歳で、 京都市立陶磁器講習所に伝習生として入所し、近代用業やタイルの製造技術を学んだ。京都市立陶磁器講習所では、陶芸可のうの人末に注目され、試験所の試作品を調整する工場に雇われた。同時に、京都市立専修学校素描科に入学し、また三条英語学校でも学んでいるほか、1927年には、関西絵画学校に入学した。 山内の功績を取り上げている、田嶋市、モザイクタイルミュージアム21歳だった1929年に、京里の笠原町に戻り、岐阜県当時騎士県上に短期間だけ勤務した。山内政党所を設立して、政党を行いながら、石膏型を用いた装飾タイルや塗水口など、彫刻的な作品を制作した。山内は声優モザイクタイルに着目し、誰も目をつけていなかった。 直質のセユモザイクタイルの研究を開始。1930年には直質のセユモザイクタイルの開発の成功し、1935年頃には実用量産化に成功した。地元の同業者にもその技術を教えたことで、笠原町は日本国内最大のモザイクタイル産地となった。1952年から4年間は笠原町議会議員を務めた。 タイルに釉薬を施して、焼成を行うことで、モザイクタイルは耐久性や耐水性に優れた製品となり、戦後には浴室、トイレ、洗面所、台所などに多く使用されるようになった。笠原町産のモザイクタイルは外国へも輸出され、主にアメリカ合衆国、カナダヨーロッパオーストラリアに輸出された。1984年における、 日本のタイル輸出額は242億円であり、うち半分はモザイクタイルだった。名古屋港からの輸出品として自動車が台頭するまでは、モザイクタイルが同港からの主要な輸出品の一つであった。1977年11月15日には王寿法賞を受賞した。1992年に死去した。2016年に笠原町に開館した田地市。 モザイクタイルミュージアムでは、山内の功績も取り上げられている。2016年には、笠原町の清正寺に、山内の遺作であるマルタイル作品が寄贈された。ありがとうございます。